はい、どうも、龍平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は年末に行われましたブラザー TV さんの紅白戦に参戦してきたので、そちらの様子をお届けいたします。翔平ひろとがチーム龍さん、そして龍平がチーム藤川さんとなります。で、チーム龍さんの先発ユーポン、初球からいきなりデッドボール与えてますね。あいつ何やってんだっていう。そしてバッターにはテッケルのケントさんが入ります。いや本当にガタイえげつないですよね。さあどんな打球を見せてくれるのか。初球はボールとなります。2球目これドカーンと打った打球がレフトを襲うのか。これはヒロトが追ってただ切れてファール。いやいきなりえげつない打球ですよね。あそこまで飛ばすんかと。この日めちゃくちゃ寒かったんですけど、体冷えてるのにケントさんね半袖なんですよね。いやすげえな。そしてこれ強烈打球、これはねきついですよね。この方もリプレイをご覧ください。いやえぐすぎる打球が。さあチーム藤川先制のチャンスです。さあピッチャーユーコンはどうなんだ。これがセンターへいい打球も、これが守備範囲内、当たり良すぎてタッチアップもできずと、鋭い当たりだったんですけどね、センターライナーとなってしまいます。でここはユーポンついてますね。そして4番ピッチャーで藤川さんが打席へ向かいます。ユーポン VS 藤川さん。これサードボテボテのゴロ、サード踏んでファースト送球、これはファーストはセーフ。ただね次、藤川さんサードゴロに、あんだけバッティングでいい藤川さんがサードゴロに抑えられてしまいました。さあそしてツーアウトとなって、これ見てください、ナイスキャッチです。超ファインプレー、ショートの超ファインプレー。初回ユーポンピンチを防ぎます。さあチーム藤川、ピッチャーは藤川さんですね。そして先頭これ決め球スライダーで三振に抑えております。キャッチャーは僕がやらせていただいております。藤川さん専属キャッチャーですね、この日に関しては。そしてこれほとんど落とすんですよね、技ありのヒット。二塁向かうかと思ったところを、まあ、これはね、まあ、シングルでもナイスバッティングですね。狙われたのかなスライダー。はい、そしてこれサードゴロ、セカンド送球してセカンドアウト、ファーストには間に合いませんと。これでツーアウトですね。さあそしてチーム寮の4番は翔平が勝ちます。これ外いっぱい決まってストライク。さあワンストライク、これちょっと動かしたかな。いやまあでもまっすぐだよな、まっすぐショートフライとなってスリーアウト。こちらもね初回無得点と、無得点無失点となります。はい、そしてチーム寮さんの、ピッチャーは引き続きユーポンがマウンドに上がります。ユーポンね、一昨年ぐらいに当たってるんですけど、対戦してるんですけど全然変わってますね。めちゃくちゃいいピッチャーになってます。はい、これがこれ動くんすよね、ユーポンの球振ってっても当たらないんすよね、全部動く。そして三振、ユーポン三振を覚えます。ナイスピッチです。いや本当にね昔と全然違うユーポン。はい、そしてこれがサード、おーナイスキャッチ、ショーバンうまく合わせました。流れるようなプレーですよね、ナイスプレーです。はい、ツーアウト。さあユーポンこの回も得点を抑えられるか。これがフラフラッと上がった打球、これもサードナイスキャッチ。この回攻守ね、サード攻守2個続きましたね、ナイスピッチです。はい、そして藤川さんまたマウンドへ上がります。そしてこれインコーススライダーうまーくさばいてライト前へ、これはねナイスバッティングですよね。はい、そしてこれちょっと甘かったかな、ちょっと甘かったか、スライダーを狙われてたか、レフト前へ運ばれてしまいます。そしてこの走塁見てください、はいセーフ、連打そして好走塁でチーム両一気にチャンスになります。はい、そして外に逃げるボールをうまく合わされてね、またまた技ありのヒットですね。チーム寮が1点を先制いたします。ただねこの後見てください、これいや完璧すぎる藤川さんのナイス牽制でワンアウトになります。
いやこれはねマジで本当にサインとか何も出してないんですよね。はい、そしてユーポンは変化球で三振、これフォークかな。はい、そして打席にはヒロトが向かいます。ヒロトもね藤川さんとの対戦は初めてかな、うん、いつも同じチームだったんで対戦は今までなかったんですけどね。はい、初球これアウトコース、ストライク。これ藤川さんすいません、ちょっと僕のキャッチングごめんなさい。はい、そして追い込んでこれ三振、そしてヒロトバット投げです。ごめんなさい藤川さん。はい、そして3回のねチームローのマウンドにもユーポンが上がります。これしっかりとさばいて、まずはワンアウト。やっぱねユーポン動くんですよねボールが。はい、そしてバッターは翔平にも参加していただいているのりさん。これがねユーポンナイスピッチング、インコース落とすね、ボールで三振を奪いましたが、お次のバッターで綺麗なセンター返しを食らいます。ユーポンね、3人以上割れなかったね。はい、そしてユーポンと両平が対戦と、これね外のボールなんかねまっすぐらしいんですけどね、三振となりました。いやユーポンナイスピッチングです。そして3回のマウンドにも藤川さんが上がります。はい、サードゴロ、これファーストナイスカバーですね。ワンアウトです。藤川さんもねやりづらいのか楽しいのか分かんないですけどね、チームブラザーね続きますからね対戦が。はい、そしてこれ変化球で三振、2アウト。はい、そしてこれレフトに上がったと思いきや、やっぱね寒いんすよ群馬、寒いんだか分かんないんだけど、僕も捉えられたと思ったんですけど、体冷えてんのかなみんな、飛ばないですよね打球が。はい、そしてチーム亮さんはピッチャーが潤さんに変わっております。そしてバッター大井さん、大井さんの真骨頂をしっかりと選んで出塁となります。はい、そしてこれキャッチャーフライト、これでワンアウトになります。はい、ここで先頭に戻ります。ゆうすけさん、大井さんが走る、はい、ナイス、いる足速いですね。やっぱ盗塁成功でチーム藤川が同点のチャンスになります。はい、これ高々あった上がった打球、これがおっとチンプレーで打球取れませんでしたね。追いついてたんですけどね。これでフォアボール、そして大井さん盗塁成功、3投先行でさらにチャンスで、この間に大井さん一旦迷ったがホーム突っ込む、そして生還、バッテリーエラーの間に同点になります。大井さん一人で点取ってきました。これさ、ショートゴロかな、ショートゴロの間に挟まれてアウト、これでツーアウトになります。さあここからチャンス作って勝ち越せるか。ただこれがファーストボテボテの打球、翔平しっかりとコンビプレー落ち着いて処理して、まあ、この回はね同点に追いつかれましたが1失点になります。チーム藤川もピッチャー交代となります。これアンダースローのねゆうすけさんの球をしっかりと引きつけて逆方向、お手本のようなバッティングですね。ナイスバッティングです。はい、そしてこれがフラフラと上がった打球、いや伸びる伸びる伸びる、左中間に落とす、そして好走塁、これで一気にチャンスになります。そしてこの間にバッターランナーも二塁へ進んでいます。二三塁ですね。さあ勝ち越しのチャンス、そしてこれフラフラとライトへ上がった打球が、これがうまく処理ができず犠牲フライでチーム寮がここで勝ち越しになります。はい、聞いていただけましたかこのアナウンス、さあ誰がやってるんだかといったところですね。はい、これがフォアボールしっかり選んで出塁となります。はい、そしてファーストゴロ、これがうまく処理できず内野ゴロ失策の間にさらに1点を、チーム寮追加になります。はい、これがスローカーブかな、スライダーかな、ゆうすけさん三振になります。そしてこれもフラフラと上がった打球、ショートフライとなり3アウトチェンジ。点取られた後はね、後続は技の投球で打ち取っております。あの後ね、ゆうすけさんにお話聞いたんですけども、あの西武ライオンズの与座投手がインスパイアしてるって言いましたね。
はい、そして4番の藤川さんが力んでキャッチャーフライとなってしまいます。はい、この打球抜けるかと思いきやセンター超ファインプレー。いや、ナイスプレーですね。こんだけ寒くてもめちゃくちゃ動けてますね。はい、ツーアウトになります。これがサードゴロかな、サードゴロとなって、翔平しっかりと伸びてスリーアウト。チーム両この回3人で抑えます。はい、そしてこれ見てください、超高速クイック。いや、牧田投手みたいなね、めちゃくちゃ速いクイック。そしてバッターにはヒロトが立ちますが、これがスローカーブなのかな、何なのかなこれ。ただね、これノリさん、ノリさん、ノリさん、ノリさんの送球エラーで、はい、スリーとなります。ヒロト一気にセカンドへ。これも変化球で三振となります。アンダースローの変化球の三振ってめちゃくちゃ気持ちいいですよね。はい、これフラフラッと上がった打球がセカンドの前へ落ちる。ファースト、これがセーフ。そして3-2だったためスタートを切っていたヒロト、ナイス走塁です。これはうまい、ヒロトナイス走塁ですね。さらに追加点になります。はい、またまたチャンス続きますよ。これがセカンドへ。そして珍しく、珍しく大井さん見ないな、こんなプレー。やっぱね、体みんな動けてないですね。本当に寒いんだろうなっていうのが伝わってきます。はい、そして満塁になって、はい、ピッチャーゴロで、これでチェンジ。今回はここまでです。次回また後編お届けします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。